植物って言ったときに、まあ、皆さんは何を思い浮かべますか？まあ、人それぞれだと思いますけど、やっぱり一番身近なのは食べ物なんじゃないかと思います。毎日ご飯を食べてれば、野菜を口にしたり、果物ですね。果物。好きな人もいると思います。植物が一体どうやってできているのかというのを知りたいときに、顕微鏡を使ってその植物を見るのは非常にストレートなことだと思います。で、まあ、この植物を顕微鏡で見るとこうなりましたっていうのを示すのは簡単なんですけども、ここはあえてですね、クイズにしました。で、ここに示している写真3つは非常に身近な食べ物を普通にですね、カミソリでサクサクと薄く切って顕微鏡で見たものです。で、大きさとしてはここからここまでが約1ミリぐらいの大きさです。で、もう少しヒントを言いますと、果物です。で、色が非常にヒントになると思います。この上の部分が実は皮でして、一番外側でして、この色が非常に重要なヒントになると思います。それだけでなくて、この辺りの質感というものをちょっと考えてください。これ、多分これぐらいが1個の細胞だと思います。これとこれ比べた時に全然違いますよね。なんとなく、皆さんがどう思われるか分かりませんが、僕が見た感じだとなんとなくこっちの方がちょっと柔らかそうな感じがします。で、こっちは、まるで石というか、鉱石というか、ちょっと硬そうですね。で、こちらは、まあ、その中間的な感じがします。ここに、まん丸いものが見えますが、これは、気泡がたまたま入ってしまったあれです。細胞はこの辺にこう見えているものだそうです。なんとなく分かりました。あれかなというのを頭に思い浮かべてみてください。答えを出しますと、これでした。多分これは分かったんじゃないかと思うんですが、この色がこれなんで、巨峰です、ブドウ。で、こちらは梨の写真でした。こちらはリンゴの写真でした。で、次に果物ではなくて野菜の細胞を見てみましょう。で、こちら、ほうれん草ですね。ほうれん草。で、ほうれん草の細胞を見てみました。こちらです。で、これは全く違う形の細胞があります。これが1個の細胞です。この細長いブロックみたいなのが細胞です。これはこの葉片っていう部分、この長い部分の表面にある細胞の形です。で、こちら、こうジグソーパズルみたいですけど、これが1個の細胞でして、これですね。これが1個の細胞です。このジグゾーパズルのピースみたいになっている形をしています。で、これはこの葉っぱの裏の部分の一番外側にある細胞。そこの細胞はこのように平べったくてジグゾーパズルのように埋めた細胞になっています。で、これは分かりやすいですね。その長いところは細胞が長い。平べったいところは細胞が平べったいというわけで、非常に理にかなった細胞の形をしています。逆に言うと細胞の形がその植物の体の形を作っているというふうにも言えます。実際の生き方を、もしくずではなくて本物の細胞で見ていただきたいと思います。で、今回使った、材料はシロイノザナという植物です。これは非常に小さくて育てやすい植物で、研究に使いやすい、ために植物の研究者がとてもよく使っています。で、種から芽が生えてきたところです。大体、発芽後、4、5日といったところでしょうか。ここからここまでの幅は2ミリぐらいなので、非常に小さい植物だというのがお分かりになると思います。で、この葉っぱの地葉の裏の部分の表皮、の細胞、さっきほうれん草でお見せしましたけど、そのジグソーパズルみたいになっている表皮の細胞を今回見ていくことにします。で、使う顕微鏡は、表焦点レーザー顕微鏡という少し特殊な顕微鏡を使っています。これは細胞を研究する上では非常に重要なツールでして、ここに緑色の光が出ていると思いますけれども、色のついた光を細胞に当てて、
細胞の中の特定の構造を見ることができます。で、ただ見るだけではなくてですね、この強調点レーザー顕微鏡を使うと、まあ、これが細胞だとします。で、この細胞は金太郎飴みたいに、まあ、中に一様な構造があると考えたときに、この強調点レーザー顕微鏡を使うと、その断面に当たったものを、実際には細胞を切らなくても、その断面の像を取得することができます。このように取得していって、逆に後からこの画像を組み合わせて立体的な構造を再現することもできます。で、早速見てみました。で、これが細胞壁です。まず、細胞壁をこの特殊な主役で紫色に染めました。これが細胞壁で、この中が1個の細胞になっているわけです。で、この中で液胞がどこにあるかっていうと、緑で液胞を染色します。そうするとこうなります。まあ、全部液胞じゃないかということになります。ほぼ全て液胞です。なので、あの模式図は、実際はだいぶ違うということになります。で、今日はあまりにも大きくてよくわからないということで、もう少し液胞の構造を詳しく見たいときには、液胞の膜、一番外側の液胞の膜を光らせなければ、その構造がよく見ることができます。で、ここで緑色の膜が示されていますけれども、実際、この部分を拡大してみると、この細胞壁にぴったり、そうかのようにこう液胞膜が存在しています。ここまでが液胞だったんです。で、この緑とピンクの間にあるわずかな部分が細胞質で、いろいろなタンパク質だとか、オルガネラがいるスペースになります。まあ、こんだけしかないです。いかに液胞が大きいかというのをよく分かっていただければと思います。で、先ほどの模式図も間違っているわけじゃないです。分裂したばかりの小さい細胞っていうのは比較的液胞が小さいです。で、ここにある植物の根の先端の部分。ここで細胞は盛んに分裂しています。で、分裂したばかりの細胞っていうのは小さくて、液胞も小さいです。これぐらい。で、だいぶ隙間もあります、ね。で、ここで分裂した細胞っていうのはどんどん大きくなって成長していきます。これは、こうですね。ちょっと大きくなりました。液胞もかなり大きくなっているのが分かると思います。これは断面像ですけども、こう立体的に画像を再構築して、こう細胞全体に立体的に液胞が詰まっているというのが分かると思います。で、液胞が水を吸って細胞が大きくなることは今ご説明しましたけども、細胞の形はじゃあどうやってできてくるんだろうと。ことが疑問になります。で、これ、シロリナーザの成長した植物体のいろいろな細胞の写真ですけども、このトライコンみたいな、これは1個の細胞がこんな形になってしまうんですが、これは葉っぱの表側の表面にこういう細胞が入っています。で、こういった細胞の形っていうのは、基本的にはその細胞壁が全て維持しています。で、もし細胞壁を溶かして、取り除いてしまうと、どんどん細胞はもう丸にしかならないんですね。どんな形も作ることができます。なので、細胞壁が、なので、結局、セルロース微生物というのは、この微小管が決めて、表層微小管が決めて、それによって、また細胞の形が決まってくるということです。ただ、この表層微小管というのは、電車の線路みたいに、一度設置してそのままというわけではなくですね、実はずっと動いているんです。実際にその様子を顕微鏡で見るとこんな感じになります。このムービーは60倍速で、実際の速度の60倍速で動かしています。この辺見ていただくと分かりやすいと思うんですけども、微小管伸びたり縮んだりしているのが分かると思います。よく見るとさらにですね、微小管同士がぶつかったり、束になったりする様子も観察できると思います。このように非常に表層微小管は動的な構造です。で、表層微小管、今見ていただいた通り、きれいに並んでいますね。で、どうやって並んでるんだろうっていうのが、最近、正直分かってきています。で、微小管、実はこう、接触するんです。細胞膜上に並んでいますので、近づくと別の微小管にぶつかることになります。で、ぶつかったときに、壊れてしまったり、束になったり、切断されたりといろいろなことが起こります。で、こういった微小管の相互作用によって、自己組織化、ちょっと派手なって言ってますけども、こういうちょっと
耳慣れない言葉かもしれませんが、こういう現象が起こっている。これはつまり、こういう微小管同士の相互作用によって、まあ、勝手に並ぶということを意味しています。なんとなくわかるかもしれませんけれども、もう少しわかりやすいように、直感的にわかりやすいように少し実験をしてみました。これはですね、スパゲッティです。フライパンにスパゲッティをバラバラと入れます。そうすると当然、ランダムな向きにめちゃめちゃなスパゲッティがここに入っています。これをですね、ガシャガシャっと振ります。そうするとどうなるかっていうのは、なんとなく想像がつくと思いますけども、こう勝手にスパゲッティ同士がぶつかり合って、だん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 並んでいきます。まあ、こういうことが、まあ、微小管で起こっているのかなというふうには考えられています。揃ってきました。まあ、これで、なんとなく植物の細胞が大きくなることと、それから形ができることっていうのが、なんとなく見えてきました。で、どのうち植物の細胞を大きくするにしても、形を作るにしても、とにかく水を細胞を吸い込む必要があります。水をとにかく届ける必要があります。でも考えてみてください。木はとても高いですね。動物で一番背の高いのは誰か知っていますか？それはキリンですね。動物園に行けば見れると思います。5メートルか6メートルぐらいだったと思います。それぐらいが現存する陸上の生物で最高の高さです。動物で最高の高さです。植物の場合、一番高いのってどれぐらいだと思いますか？このスライドに写っている写真は、北米に生えているセコイア杉という大木なんですけども、高さは110メートル以上あります。100メートル以上あるので、ビルでいうところの超高層ビルより波に高いということになります。だいたい30階建てビルぐらいの高さがあることになります。で、上の方、青々と葉っぱが茂っています。当然そこの細胞には水がいっぱい入って腸がパンパンに膨らんでるはずなんです。で、ここはどうやって運んでいるのかというと、当然導管という管の中を水が運ばれています。で、導管っていうのは管ですね。チューブ状のもので穴が開いています。で、穴が開いているので、中を水が通っていくことができます。で、当然、導管がどうやってできるのかというのを簡単に示したのがこのスライドです。導管の管というのは一つの細胞が作ります。これが導管の元になる細胞だとすると、まあ、当然液胞がパンパンに中に入っています。で、この細胞は、もともとある細胞壁、これを二次細胞壁と言いますけれども、この内側に二次細胞壁を作っていきます。この二次細胞壁は非常に分厚くて頑丈なものです。多少圧力がかかっても壊れないようにできています。そうすると、次に液胞が実は崩壊して細胞死を引き起こします。液胞の中にはいろいろな分解酵素が実は蓄積されています。液胞が壊れることによって、その分解酵素が細胞の中のものをほとんど分解してしまう。それで細胞が中空の管になると考えられています。で、今お見せしたこのような導管以外にも、実はいろいろな種類の導管があります。こういう導管も、穴が開いている導管、構成木部導管という、まあ、少し十分に発達した組織ではこういうものができるんですけども、実は若い、まだこれから伸びるかもしれないぐらいの若い組織ではこういう導管があります。これは二次細胞壁がこう輪っか状に並んだもの、これはまたこう螺旋状に並んだんです。まあ、なんでこういうものができるのかというと、この原生木部導管というのはその若い組織が伸びるのを邪魔しないように
こういう構造だと、こう引っ張った時に伸びることができますね。こういう構造だと、とても丈夫にできているので、伸びることができません。実際、こういったさまざまなパターンの、その二次細胞壁がどこかで作られますけれども、こういったパターン、どうやってできているんでしょうか。最初に植物のその形、植物細胞の形を作っているとかときに、表層微小管が細胞壁の主成分であるセルロース合成酵素の沈着する向きを制御しているという話をしました。で、同化のときにも、この微小管が並び変わって、その細胞壁のできる場所を決めているというふうに言われていました。細胞の表面の細胞膜の部分の輪切りを示すと、この微小管が並んでいるところ、これ微小管の輪切りの状態です。並んでいるところに、この二次細胞壁ですね。この細胞膜と二次細胞壁の間にこうできていきます。実際どうやってその微小管のこういうパターンを作っているのかというのは、実はずっと分かっていませんでした。分析の仕組みはほとんど分かっていませんでした。それを明らかにしようと考えて、まず実験するためにシステムを作りました。と言いますのも、その導管というのが植物の組織のど真ん中、深いところでできるので、それを観察したり、解析するというのはなかなか技術的に難しいものです。ですので、フラスコの中で細胞だけを培養して、その細胞を導管に入るというシステムを作りました。実際にその導管の写真、これなんですけども、これが1個の細胞です。これが1個の細胞で、これが1個の細胞です。よく見るとちょっとなんか、もやもやと模様がついていると思いますけども、その二次細胞壁を分かりやすく赤色に染色していると、実際あの導管で見られるような、穴が開いたような模様が作られているのが分かります。これでうまく、この培養細胞で、プラスの中で導管を作るシステムというのができました。でこの導管の中の微小管を見てみると、こんなふうになっています。こう、微小管がない部分があるんですね。でこれはおそらく、壁口の部分、その二次細胞壁ができないで、穴になる部分です。で、なんでこんなふうにここに穴が開いてるんだろうと思って、微小管がないんだろうと思って、その微小管の動きを詳しく見てみると、これは驚いたんですけども、この視力、光って伸び縮みしているのが微小管です。で、この部分ですね、微小管がない部分というのは、実は微小管が入ってくるんですけども、すぐに壊されてしまう。実は最初私が考えていたのは、この微小管があるところに微小管が集まってきて、ここには入ってこないんじゃないかと思ってたんですけども、そうじゃなくて、どうも微小管がここに入ってくるんだけども、壊れると。そういう仕組みがあるんじゃないか。その正体をですね、明らかにするために、この導管になろうとしている細胞の遺伝子の発現というのを徹底的に調べました。で、これは約3万個近い遺伝子の発現パターンを調べるグラフなんですけれども、青い線が活性化した遺伝子を示しています。こちらで導管ができてくるところで、活性化した遺伝子を示しています。これが大体300個ぐらいありました。この中から、お筋のありそうな遺伝子を選びまして、徹底的に調べたところ、一つ重要な遺伝子を発見しました。これ MIDD1 と名前を付けたタンパク質で、このように、この、動画の中で緑色に光って見えているものです。この紫色に光っているのが微小管で、この辺り、微小管がなくなっている部分があります。ここにある。この MIDD1 はこの壁口にある微小管がなくなっている部分の微小管に素早くくっついて、この微小管を壊しているように見えるというものでした。MIDD1 の働きを調べるために、MIDD1 の働きを抑制する実験をします。そうすると、通常このように壁口があるような二次細胞壁のパターンができるのに、MIDD1 の働きを抑制した細胞では、このペラ一面に細胞壁ができてしまって、壁口がなくなってしまいました。
ので、MIDD1 というのが、おそらく微小管を壊して、皮膚を作るタンパク質だったということが分かりました。じゃあなんでこの MIDD1 が、これだけうまく働いて微小管を壊せるのか。きっとその場所を決める何かが違いないということで、さらに探索を行っていくと、壁口で働く3つの新しい遺伝子を見つけました。ここにある、示している6G4、6G1、6GAP3 というタンパク質で、これがこの壁口の中の細胞にですね、くっついているということが分かりました。で、このタンパク質は何なのかというと、分子スイッチと言われるタイプのタンパク質で、活性型と不活性型になるタンパク質と、それを、活性型に変える、こちら不活性型に変える、こういうタンパク質でした。でこれが、6G1 を活性化して、MIDD1 の働く場所を決める、そういう MIDD1 の働きを制御するスイッチの役割をしているということが分かりました。でこの今まで見つけた遺伝子が本当にこの同感の二次細胞壁の壁口を作るタンパクなのか明らかにするために同感ではない培養細胞にこの4つの遺伝子を全て入れて活性化するという方法をしました。そうすると同感で見られているようなこの穴あきの微小管のパターンが再現されるということから、おそらくこの4つの遺伝子が実際にその同管の形をする、同管の構造を作っている遺伝子だということが分かってきます。で、今私たちが考えているのは、この4つの遺伝子、6G4、GAP3、6G1、それから MIDD1 ですね。これが相互作用することが分かっています。で相互作用するということは、微小管の時にも説明しましたけども、自己組織化というものが起こり得るだろうというふうに考えています。でこれによって、細胞膜上に特定の場所で、この61が活性化して、メアリピンの EDM が働けるようにすると。それが、この同管の形を決めているだろう。